イン,ンインフルエンザ菌、インフルエンザ菌、インフルエンザ菌、ヘモフィルスインフルエンザとは、パス、レラカヘモフィルス属のグラムイン性胆管菌で、主に呼吸器や中耳に感染する細菌の一種である。B 型菌のことを、ヒブ、ヒブと呼ぶ。歴史的な理由により、インフルエンザという名称が付けられてはいるが、インフルエンザの病原体ではない。1800年代のインフルエンザの大流行の際に、 原因菌として分離された細菌である。そのため、インフルエンザ菌という名称がついているが、その後否定されたため名称だけが残ることとなった、インフルエンザの真の病原体は、RNA ウイルスのインフルエンザウイルスである。ただし、インフルエンザに引き続いて二次的感染を起こすことがある。年に H インフルエンザ、RD 株の全ゲノム配列が解析され、 その後データが改定されることにより、本菌のゲノムは183万138塩基の環状染色体からなり、染色体上には1657のタンパク質配列が高度されていることが明らかとなった。なお、インフルエンザ菌は初めて全ゲノム配列が明らかとなった生物である。ヘモフィルス属のグラム陰性肝菌である。フィラメント状や球菌状の形態も呈する。 多形性という性質がある。発育因子として、X 因子、ヘミンと V 因子などの両方を必要とする。ヘミンを要求することは、俗名の由来ともなっている。通常は、ブレインハートインフュージョン等の媒置に、ヘミンとなど、または羊脱繊維血液を加えて培養する。生物型では、I7 型までの8つに分類され、 このうち2型と3型は胸膜を持たない。胸膜の結成型は AF の6型に分けられる。結成型 B の胸膜の構成成分である、胸膜多糖体抗原は病原因子として重要である。非胸膜株は結成型分類できないという意味で、ノンタイプポブル株とも呼ばれる。これに、学名ヘモフィルスインフルウンザの頭文字を略した、肺をつけて、B 型菌を 皮部、ひ胸膜下部を、ウンを、ーなどと略すこともある。ひ胸膜下部と、胸膜下部とで大きく異なる、病原性を持つ。ひ胸膜下部は、健康な人、特に乳幼児の上、軌道にも常在している。感染症としては、中耳炎、副臭炎、気管支炎、肺炎などの軌道感染症が多い。小児では、軌道感染症の三大気炎菌の一つ、他は、肺炎球菌、 モラクセラカタラーリスとされている。胸膜株も上軌道に補菌されていることがあるが、軌道感染症を起こすことは少なく、直接血流中に侵入して感染症を起こすものと考えられている。胸膜株の感染症では、ほとんどの場合 B 型が、肥炎菌で、肺血症、髄膜炎、血膜炎、急性のドズガイ炎、関節炎などを起こす。 B 型以外の胸膜株が人に感染症を起こすことは稀であるが、皮膚ワクチン、皮膚ワクチンの普及により B 型以外による感染症が目立つようになってきている。感染病相からの培養による菌の分離、同定が基本である。血清型 B 型は迅速診断法として、共同凝集反応、酵素抗体法、PCR 法などが用いられる。ラテックス業種法は、 B 型菌の迅速診断法として広く行われており、髄液、髄膜炎の場合、尿、敗血症の場合などを対象とする。一般にはペニシリン系抗生物質のアンピシリンなどが有効である。ただし、後実の通り体性菌の出現が問題となっている。ベータラクタマーゼ酸性菌やベータラクタマーゼ非酸性アンピシリン。 体制インフルエンザ菌が報告された。ブラナーの存在が報告されたのは1980年であり、それほどブラナーの発生はそれほど古い話ではない。しかし、2004年の北里大学の報告によると、検出されたインフルエンザ菌のうち21.3%、2002年がブラナーであり、また2007年の長崎大学による報告では 19.、19.5%、 1995から1997年がブラナーであり、近年の高い出現率が問題になっている。体制機構としては、ペニシリン結合タンパク質である p b p 3が重要な役割を果たしており、フッツイの変異と薬剤体制の関係は遺伝子、工学的アプローチにより部分的であるが明らかに言っている。ブラナーのフッツによる変異については、 現在、ウブカタラによると3グループ、グループ I、II、II、さらに、ウブカタラの報告を発展する形で、タバーネットラにより6グループ、I、E や IIB、ク、イ e ド、3 III に分類されている。ウブカタラの報告によると、グループ I、II は比較的弱いセフェム系への体制を、3は高度体制を有するものとされている。これについては、グループ I、 2と3の間でのミスセンス変異数の違いに、起因するという考察がある。その場合は、ベータラクタマーゼ素外薬配合ペニシリン系、抗生物質、第2、第3世代セフェム系、乳ノロン系が一般的に用いられる。実際に、乳ノロン系抗菌薬のレボフロキサシンには、ブラナーグループ I、2、3すべてマイクが非常に低い値を示している。 なお、インフルエンザ菌、B 型、皮膚の感染症、特に髄膜炎の場合には、第三世代セファロスポリンであるセフトリアキソン、セフォタキシムが第一選択とされる。B 型菌の胸膜多頭体抗原を輸送タンパクに結合させたワクチンは、B 型菌による重症感染症、皮膚感染症の予防に極めて有効である。世界100カ国以上でこのワクチンは導入されており、 導入された国では、皮膚による、髄膜炎、喉頭外炎がほとんど消失している。2007年1月26日、皮膚強膜多糖体タンパク結合ワクチン、販売名アクト皮膚が、厚生労働省により承認され、問題となっている乳幼児の、インフルエンザ菌感染への予防の切り札となることが、待ちされている。 日本では2008年12月より任意接種可能となり、2013年4月より予防接種法による定期接種の対象となった。その結果、小児の皮膚髄膜炎発症は激減している。接種年齢は2ヶ月年以上になれば受けられる。望ましい接種スケジュールは初回免疫として生後2ヶ月から7ヶ月になるまでに接種を開始し、 4から8週間間隔で3回、追加免疫として3回目接種から1年後に1回の合計4回接種する。合計4回接種を受けた人のほぼ100%に抗体ができるため最適な予防接種プランとされている。生後7ヶ月から1歳未満の場合は、4から8週間間隔で2回、追加免疫として2回目接種から1年後に1回の合計3回接種となる。 一歳以上の場合は、追加免疫はなく一回接種のみで、抗体獲得となる。日部ワクチン接種後、次のワクチンを接種する場合には、6日間以上の間隔を空ける必要がある。ただし、このワクチンは、他のワクチンと同時接種が可能である。諸外国では三種混合と同時接種スケジュールが組まれ、定期予防接種に認定されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。